肘を体から離すことにより手首の可動範囲が広がりより安定します。スイングは上に振り上げるのではなく後ろから前に振りましょう。最初から手首を引いていると強い回転がかかりません。手首やボールが来るまで溜めて打てるタイミングになったら最大限のスナップを効かせて打っています。台上バックドライブはボールの上を捉えてスピード重視の技術です。手首やチキータと同じで最大限にスナップが効ける場所まで待っています。スイングは上に打つとスピードも出ないし回転もかけづらいので後ろから前に打つイメージでやっています。ストレートは距離が短いので少し難しくなります。オーバーミスする人は少し力加減を抑えて打ちましょう。手首を使っていなくて上に振り上げているだけなので強い回転がかかりません。なのでボールをもっと引きつけて最大限に手首を使いましょう。